い、こんにちは。東大合格受け人の時田博光です。今回は2021年度入試対策社会から〇〇年前問題について解説していきたいと思います。さあ行きましょう。皆さん、何年にこれこれが起きたっていうね、社会の歴史を覚えてますか？いやそれね、覚えてないですよねとか、どこから復習していいか分かんない、いっぱいあって分かんないっていう人は、このキリがいい150年前、100年前、30年前に何が起きたのかみたいなのを一気に解説していきたいと思いますので、これを見て勉強ね、進めてもらえればなと思いますし、今日、そして明日、試験なんですって人は一気にね、復習して試験会場に今から向かってください。はい、行きましょう。まず、1871年、150年前に何が起きたのかっていうと、はい、これね、虫食い式になってます。ここに何が入るでしょうか？わかりますか？はい。藩、県、はい、あれです。廃藩置県っていうものですね。これは1867年に江戸幕府が終わって、江戸時代が終わって明治時代に入ったわけなんですが、その後ですね、この廃藩置県っていうのが、まあなされるわけですね。これ何かっていうと、江戸時代ではいわゆる地方はなんとか藩っていう名前だったんですね。例えば土佐藩と か、鹿児島の鹿児島県であれば薩摩藩みたいな名前だったわけです。それを県にしましょうということです、ね、今の鹿児島県みたいな感じで都道府県の県をきちんと置いていこうねっていうのが廃藩置県というものです。これが150年前。続いて1911年、110年前には何が起きたのか。はい、税、県、回復、完全回復なんだろうって言ったら、はい、関税自主権ですね。これは何かっていうと、この当時までですね、日本は自分たちで、月にこういう関税をかけて、物にね、外国とやり取りする、貿易をするときに、自分たちでこの関税にしますって決められなかったんですね。不平等条約を結ばされていて、それが、まあ自分たちで決められなかったというところから、その権利を獲得して自分たちで決められるようにしようって、日本は日本で関税これぐらいかけますねっていうのを自分たちでできるよと、自分たちでできるよっていうものを、ここから1911年からできるようになったよと。まあそれが完全回復っていうふうに言ってます。それを、行ったのがこの小村寿太郎っていう人物なので、一緒に覚えておきましょう。はい。そして1921年、来ました。100年前、ちょうど100年前ですね。には何会議が行われたのか。はい。これ答えられますか？これは、ワシントン会議です。ワシントン会議。なるほど。次行きましょう。じゃなくて、この会議、どういう内容なのか、しっかりね、押さえておきましょう。このワシントン会議、何話し合ったのっていうと、第一次世界大戦の戦後処理について話し合ったわけです。つまり、この前、100年前よりもうちょっと、前が第一次世界大戦で、100年前よりもうちょっと最近が第二次世界大戦なんだなっていうのがわかると思います。こういうふうに、ポイントとなってる事件だったりとか、出来事を覚えておくと、あ、この基準より前だな、後だな、みたいな前後関係っていうのもしっかり頭に入ってきやすくなるので、こういうところね、しっかり覚えておきましょう。はい。で、テストの問題もそういうこの事件より前とかこの事件より後みたいなことが判断できますかって問題もね、出てきますので、しっかり覚えておきましょう。続いて1931年、これは90年前ですね。では何々事変が起きたよということです。これ何でしょうか？東京事変じゃないです。はい、知ってる、知らない人はとりあえず置いときましょう。私東京事変大好きなんですが、なんとか事変っていうと、これは満州事変っていうものです。これは、日本の関東軍っていう部隊と軍隊と、中国の人たちが戦ったっていうような、まあ、事件なわけですね。柳条湖事件みたいな話でも書いてたりするんですが、まあ、後に日中戦争に発展していくっていうような非常に大きい事件になります。この満州事変の次の年に、満州国っていうのを建国して、まあ、その後ね、日中戦争につながるよっていう流れがありますので、そこも必死にね、必死にというか、ちゃんと覚えておきましょう。90年前です。そして1951年、70年前ですね、に何平和条約が締結されたかっていうと、はい、ここに入るのは何でしょう。はい、ここはサンフランシスコ平和条約ですと。これもやっぱり内容ね、押さえておきたいです。1951年、70年前はっていうと、これは日本が負けた太平洋戦争で、負けてしまって戦後処理っていうのをしたわけです。
で、その間はですね、1945年に太平洋戦争、日本は降伏したんですが、その後の何年間は、日本の自主権っていうのがまだまだなかったんですが、占領されているような状態ですね。そこからちゃんと自主権を、回復して、日本として日本が自分たちでこういうふうにやるよっていうのを政策ができるようになったりとか、まあそういうような戦後処理について話し合ったのがサンフランシスコ平和条約ということです。そして1991年、これには30年前ですね。30年前、だいぶ最近になりました。はい。1991年、30年前には何が解体したかっていうと、これはソ連が解体しました。ソビエト、連邦っていうやつですね。その時にはゴルバチョフ大統領っていうのが辞任していますので、これも合わせて覚えておきましょう。ソ連が解体したことによって、まあ、いわゆるロシア連邦っていうのをね、引き継いでいったりとか、CIS っていう、この共同体っていうね、ものもあるんですが、まあ、それが設立すると同時に、まあ、ソ連が解体して、CIS っていうのが、設立するよっていうセットもね、覚えておいてほしいなというふうに思います。なんか今変な感じになりましたね。そして最後、2つ目ですね。2001年、20年前にはっていうね、これもだいぶ最近、アメリカ、はい、あれですね。同時多発テロっていうです。はい。同時多発テロ。これも、テレビでね、見た大人の人たちたくさんいると思いますし、まだ10代の子は見たことないかもしれないんですが、何回も何回もね、ニュースで取り上げられているので、皆さんももしかしたら見たことあるかもしれませんが、アメリカに、テロがね、一気に起きたよと。世界のね、世界貿易センタービルっていうところが、飛行機にね、突撃されて、ドドドドドってすさまじい音を立てて崩れていったっていう、あの、衝撃な事件、ニュースが、まあ、あったわけなんですが、まあ、それが20年前ということなので、アメリカとこのテロみたいなポイントについても、出題されやすいかなというふうに思います。そして、10年前、2011年、10年前には何が、あ、括弧はないですね。10年前にはっていうと、はい、忘れてはいけないのが、東日本大震災ですね。東日本、大震災。これはもう本当に甚大な被害が出てしまって、もう東北地方だけではなくて東日本ね、日本全体が本当にこれに関していろんなことを学び、そしてそこからいろんなことをやっていかなければいけないっていう、まあ自分たちで考える、まあ、世界も本当にこの事件を、通していろいろ、あ、うちの国ではこうしようとか、日本に対して支援できるとかこういうね、支援をしていこうみたいな、いろんなところから協力してもらったり、いろんなところにと、これからどういうふうに考えて地球を守っていかなければいけないのかって考える契機にもなったというところもポイントですね。また同時に、ここで原子力発電所っていうのが結構キーワードになってくるわけなんですが、そこでね、原発事故っていうのがありました。同時にこの原子力発電所を使うんじゃなくて、新しいクリーンなエネルギー使った方がいいんじゃない、もっともっとそれを開発した方がいいんじゃないっていうような、まあ、意見が出されたりとか、まあ、いろいろ議論がなされましたよね。こういうふうに、悲しい事件でしたねってただそれだけで終わるんではなくて、これからどういうふうにそれを生かしていくのかみたいなところまで考えられるか、そして私たちが今、どういう発電をね、発電方法を手段を取ってるのか、また他の国がどういう発電方法を取ってるのかみたいなところまでちゃんと、調べたりとか、見ておくっていうのも結構ポイントかなというふうに思います。はい、今ね一気にダーッと、復習していきましたので、皆さんぜひここのポイントを押さえて、これからね、テストであったり本番の入試に向かってほしいなというふうに思います。今回の授業は以上です。高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではバイバイ。